で、幽霊さんはですね、今自分たちがこうやって喋っている声も聞いてます。うん、何聞いたの？やめてよ！ちょっと。おい、名前を忘れてしまった。なので、ね、エゴイストみたいな今回の名前がサンドラ・トンプソンさん。あ、ちょっと違った。なので、サンドラ・トンプソンさん、うん、サンドラ、アピールしてくださいって言うと、何かしらの超常現象を起こしてくれるかもしれない。サンドラ・トンプソンさん、何か言ってください。サンドラと、サンドラアピールしてくださいで大丈夫だよ。え、日本語でいいの？うん。サンドラ。設定日本語にしてるかな。あ、日本語にしてる。え、サンドラ、なんかアピールしてください。サンドラアピールしてくださいってね、ひたすら言い続けると、部屋のどこかで足音とか、なんか扉を開けるところとか、はい、音とかがね、どこかしら聞こえるはず。そう、なんか色っぽい方がいいのかな。サンドラアピールしてください。サンドラアピールしてください。恥ずかしいんですけど、これ普通に普通に。あ、ちなみにこのね、家のここ、あ、白いやつあるじゃん、これが、はい、明かりのスイッチです。あ、これだ。左クリックでつけれます。はい、あるんかい。サンドラ、はい、アピールしてください。今さ、どこかでバタンって音聞こえなかった？なんかちっちゃい音聞こえた気がする。うん、なので多分ね、どこかで今アピールしたんですか？扉開ける、そうそうそう。もう一回ね、サンドラアピールしてくださいって言ってごらん。サンドラアピールしてください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 。私のこと嫌いなのかな。サンドラアピールしてください。あ、なんかパキパキってたの違う、気のせい？んとね、家なりかもしれないね。サンドラアピールしてください。英語の方がいい。Hey サンドラアピール。あ、電気消えた。お、え、なんか落ちた。お、そう。でもサンドラ色仕掛けにはなんか引っかかってくれなかったか、あれかな、あのメスなのかな。ありがとうございました。ありがとうございました。何で閉まるの？どうしようか。おつぬいこん。髪縫いじゃないもんね。おつぬいこんね。おつこんね。じゃあおつぬいこんで、はい、あーい、せーのは。あ、私が仕切るの。うん、え、じゃあせーの、おつぬいこーんだっけ。ぎこちでいい。おい、おつぬいこーん。バイバーイ。バイバーイ。バカだね。しまんないね。しまんない。